さあ始まりましたニュースで学ぶ投資ワードです。話題の経済ニュースを読み解きながら関連する投資用語一緒に学んでいきましょう。今日も解説は経済アナリスト森永康平さんです。森永さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。では直近1週間のニュースから今日ピックアップするニュース、こちらです。ニューヨーク金価格初の$2,100超え、連日で史上最高値を更新というニュースです。金なんですけども、森永さん、解説お願いできますか。この金というとやはりアクセサリーのイメージが強いかと思うんですけれども、はい、実は投資商品としても認知されています。その金の価格がですね、指標として使われているのがニューヨークに上場している金の先物の価格になるんですが、この価格が2023年12月4日に1トロイオンス当たり$2,152まで上昇しまして、2020年8月につけていた過去最高値というものを連日で更新していきました。今回の注目キーワードがその金なんですけども、なんかクリスマス前でね、金が上がるってすごいなんか喜ばしいニュースなのかなと思うんですけども、どういったところがポイントなんですか。はい、この金というのはですね、それ自体に高い価値があるので、はい、まあ、投資家からは安全資産という認識をされているので、戦争とか有事が起こると買われやすいという特徴があります。はい、この投資の世界にはですね、まあ、いわゆる商品、コモディティと呼ばれているものがあって、金はそのコモディティの中だと貴金属に含まれます。うん、でコモディティというと、まあ、例えば原油とかエネルギーですね、まあ小麦などの穀物、こういった他のジャンルもあるんですが、まあ、この金ですね、先ほど1トロイオンスあたりいくらっていう話をしましたが、このトロイオンスっていうのは、まあ、その貴金属の重さを測るときに使われる単位のことを指しています。でここで一つポイントなんですが、国際取引ではドル建てになっていますので、日本では円建て、そしてそのトロイオンスというのも日本では分かりやすいようにグラム換算でよく取引されているという現状になっております。そして森永さん、今、はい、足元アメリカの経済指標を受けて、やはりアメリカの景気後退懸念というのが出てきている中で、そうした背景で今回この金に資産がこう流入しているんじゃないかというニュースだったんですけども、他に金に注目が集まる局面、ポイント、どんなケースがありますか。はい、それ以外ですと、まあ、例えば先ほど言ったですね、地政学リスク、戦争が起きたとかテロが起きたとか、こういうものの時に変わりやすかったりですとか、まあ、あとは今まさに皆さん苦しんでますが、世界的なインフレが起きた時、あとは我々日本人から見ると、まあ、円安が進んだ時、これらの時は比較的金の価格が上がりやすい時だというふうに覚えておきましょう。それらがポイントになってくるわけですね。では森永さんのポイント解説に移りましょう。題して森永ズビュー。はい、今回はどんな資金が入っているのか見極めるです。どういうことでしょう。はい、先ほど金はですね、安全資産の一つであるということから、まあ、有事が起きるとですね、投資家が買ってくる可能性が高いぞという話をしたんですが、実は別に金というのはですね、投資家だけが買うものではないということを注意してほしいということですね。つまり会社や国もというお話ですか。そうです。まあ、最近金の価格が上昇傾向にあるんですけれども、実はこれの一因として考えられているのが、新興国の中央銀行がどうやら金を買っているぞと。はい、こういう根強い需要がベースにある中で、そこにさらにこう先ほど言った有事だとかインフレだとかいうのがあるので、金価格がさらに上昇していくということになりますから、何の資金がどういう目的で買っているのかというものを見ることによって、まあ、この上昇が短期で終わっちゃうのか、中長期続くのかっていうシナリオが立てやすくなるかと思います。いわゆるそこで時間軸が見えてくるわけですね。そうですね。今金が上昇している局面なわけなんですけども、こういった局面で注目されそうな業種ですとかセクターなどって森永さんありますか。金価格に連動するように運用されている、まあ、投資信託を買うっていうのも一つですし、まあ、あとはですね、直接的にもう金の鉱山を保有している会社、これをいわゆる金鉱株なんて言いますけども、まあ、こういうものを買ったりですとか、まあ、あとは外国株、特にアメリカなどに目を向けると、まあ、その金鉱株にまとめて投資している ETF なんてのもありますので、まあ、今回は金ね、そういうのもちょっと見ていただけるといいかなと思います。それでは本日のポイントをおさらいしておきましょう。金とは安全資産の一つであるということを覚えておきましょう。地政学、インフレ、円安などと連動して動きます。どういった資金が動いているのかで時間軸を判断することも可能です。そしてこういった上昇局面で追い風になるのは金鉱株や金連動型の ETF が挙げられそうです。これらの知識を正しく身につけ、いい判断ができるようにしたいですね。では最後に森永さん、一言お願いします。まあ、自分が今から投資しようと思っている投資対象がどのような資金がどのような目的で入ると価格が上がりやすい
いのかというシナリオをすべて書き出していくと、株価の動きというものがより具体的にですね、ビジョンを描けるようになるんじゃないかなというふうに思います。この番組では今日から使える分かりやすい用語解説を交えて投資の参考にしていただけるような見解をお伝えしてまいります。ぜひチャンネルの高評価そして登録をよろしくお願いいたします。それではまた来週、森永さん今日は金でした。